んにちは、Gです。今回は久しぶりに Ubuntu Mate のお話。 Ubuntu Mate 22.04 が今年の4月に公開されました。公開前の1月にデビューしていますので10ヶ月ぶりですね。Mate 22.04 ジャミージェリーフィッシュは安定したディストロです。常用はしていませんが、アップデートなどメンテナンスは続けていました。常用じゃないのはレスポンスが少し悪いかなと感じてるからですが、 Ubuntu よりは Mate の方が勝手がいいと思っています。さて、10月はアップデートの季節。本日マテコミュニティから 22.10 の公式版が出たよと案内がありました。早速画面のサイトでリリースノートを見てみました。ついでにダウンロードを試そうとしたんですが、ラズパイ版がない。じゃあアップグレードを試してみましょう。ということで、Ubuntu Mate 22.10 の紹介です。Ubuntu Mate の現状は画面の通りです。Mate 22.04 で 2.1GHz にオーバークロックしています。では、アップグレードをやってみましょう。コントロールセンターを起動します。ソフトウェア&アップデートを起動。アップデートタブをクリック。Notify me of a new Ubuntu version をクリックして、For any new version を選択。ちょっとコツがいるんですが、押しっぱなしじゃなく、ちょんと Alt キーと F2 キーを同時押しします。アプリケーションの実行ウィンドウが表示されますので、画面のようにタイプして実行ボタン。アップデートのチェックが始まり、 22.10 があるよと通知されます。アップグレードボタンをクリック。画面に Kinetic Kudu のリリースノートの紹介があるんですが、 URL が間違ってます。正しい URL は画面の通りです。アップグレードが始まると終わるまで待つしかありません。私の環境では55分かかりました。ネオフェッチとシステムモニターで確認。ちゃんと 22.10 キネティッククールになってますね。メニューを見ても 22.04 からの変化はないですね。アプレットではネットワークアイコンは今まで通り日本語が未決。キーボードアイコンは日本語になりましたね。パワーアイコンでは日本語、英語が混在してるんですが、気になるのが用語が統一されてない。About this computer ではシステムモニターが表示。システム設定ではコントロールセンターが表示されます。システム設定、コントロールセンター、どっちなんだということです。技術系では、齟齬を避けるため、用語の統一は極めて重要です。些細な例では、メモリとメモリー。この動画では、作成時に用語統一には気を使ってるつもりです。漏れが山ほどあるかもしれませんが。プランクのドックで、ゴミ箱のアイコンが可愛く変化するようになりましたね。
コントロールセンターを見てみます。下にスクロールすると途中で止まってしまいます。以前の 22.04 では下端にユーザー向けの文字があるのにスクロールできない状態でした。 22.10 ではルック&フィール以下は見えないようになりました。その代わりに待てユーザーマネージャーというアプリが追加されています。でも言語設定などはコントロールセンターで使えない状態が続いています。それでその待てユーザーマネージャーなんですが、自動ログイン、ちょっとアイコンが変ですが、これ機能しません。どうやっても自動ログインになってパスワードログインにならないんです。多分バグと思いますけど、ちょっと危ないインシデントです。サウンドの設定のサウンド効果では警告音が選べない。デフォルトテーマしか利用できません。別のサウンドをインポートする UI もありませんしね。まだ未完成な部分かもです。他にも日本語化が未完なアプリがいくつかあります。個人的にはあまり金銭に触れるものではないんですが、リリースノートで宣伝してた壁紙を見てみましょう。何でも AI が書いたものだそうです。そうなんだとしかコメントできません。不採用。待てではセロロイドが標準アプリ。試してみましょう。システムモニターを立ち上げて再生してみます。CPU 稼働率 30% 程度ですね。 GPU 支援ちゃんと動いてるようです。いや、まともなセロロイド久しぶりに見たな。今度はブラウザ。 Firefox はバージョン106と最新版です。再生を試すと少しコマ落ちが多いです。まあフル HD 再生は我慢できるレベルですけど、 Ubuntu のリリースノートにあった WebP サポートも試してみました。標準の待て画像ビュアーでちゃんと表示できました。これはキネティッククードゥなんだから当然でしょう。 SSD からの起動も試します。 SD をそのままエッチャーで SSD に焼きます。パーティション調整は不要です。いつものように GNOME ディスクスでベンチマークを取ります。ディスクスも日本語かまだですね。SD は 46MB/秒、 SSD は 360MB/秒でした。
SSD 対応は大丈夫と思いますが、Ubuntu 系はトリム関連の情報があまりないのが不安です。ターミナルで画面のようにタイプします。多くのディストロがWayland 対応を進めている中、最新版のマテのディスプレイマネージャーは X11 のままです。Wayland への移行は予定されていて未公開な状態です。実はマテは Meal というディスプレイマネージャー経由で Wayland 対応を行っているらしいです。ですから、Wayland 対応までまだ時間がかかるんじゃないでしょうか。今回のアップグレードの変更点は多くありません。評価しながら思ったのは、マテは軽く、KDE は重いと言われますが、本当かな?ということです。体感的に KDE の方が軽い。というか、マテが重いというのが正確なのかな。マテ 22.10 はかなりいいディストロです。Ubuntu よりは断然快適。全然悪くない。でも、もっさりして遅いです。動作はかなり安定しているので、マテを使い続けている方は 22.10 へのアップグレードをおすすめします。これから Linux を始めようかという方には Ubuntu 系以外の選択肢もありと思います。個人の感想ですよ。ご覧いただきありがとうございました。Amazon のアカウント情報を更新しろという詐欺メールは毎日来ます。1週間ほど前から新手の詐欺メールが毎日来るんですが、それが面白い。税務署からの未払い税金のお知らせという表題です。何せ日本語が下手。こんなの笑うしかないでしょう。こんな漢字、日本で使ってないし、中国人の仕業ってバレバレ。税務署からのメールと書いてるのに、発行元は国税庁って、受け狙い?そこの中国人、日本語と税制、勉強してからやり直し。ではまた次回。